北九州市がビッグモーターに費用負担命令を出したのは、小倉西港店と小倉南店の復旧工事費など1089万1000円です。負担命令には土壌調査や枯れた木の撤去などこれまでにかかった費用と、土を入れ替えたり新たに樹木を植えたりする復旧工事費用が含まれています。北九州市の調査で2つの店舗前の土壌からは除草剤の成分グリホサートが検出されていて、市の聞き取りに対して小倉西港店は除草剤を撒いたことを認めています。小倉南店は除草剤を撒いたことを認めていないものの、樹木を故意に撤去したことは認めているということです。この問題では警察も器物損壊などの疑いで捜査を進めています。